札所巡りが便利で楽しくなるスマートフォンの無料アプリ愛巡礼帳シリーズ、四国88箇所と西国33所の2つのアプリ、各札所の参拝情報、アクセス、札所ナビ、豆知識、周辺情報も充実。札所にチェックインすればご本尊のスタンプが押され参拝を記録。四国88箇所版では般若心経の音声を聞くことができます。詳しくは WSTV のホームページをご覧ください。しだれ桜を見た後はこの交差点のところに戻りました。それでは石垣山一夜城歴史公園の方に向かいます。この高架を越えていきます。階段を登っていきます。右側に少し立ち寄ってみました。地球、なんて言ったっけ、命の星か。命の星、地球植物館。命の星地球博物館の横に公衆トイレがあります。
命の星地球博物館を見た後は、石垣山千屋城歴史公園へ向かいます。大王橋、これを渡りまして、早川の方に少し行くことになっています。大橋です。